こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。本日は北朝鮮向けラジオ放送、ふるさとの風潮風共同公開収録、希望の光届け海を越えてを、島根県益田市の島根県芸術文化センターグラントアからお届けします。北朝鮮でお聞きの皆様、そしてご来場の皆様、本日は番組の最後までご一緒にお付き合いください。JSR、 こちらは潮風です。日本から北朝鮮にいる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮から出られなくなった皆さんへ、放送を通して呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会ほか、多くの方々のご支援を受けお送りしています。本日は北朝鮮向けラジオ放送、ふるさとの風潮風共同公開収録、希望の光届け海を越えてを、島根県益田市の島根県芸術文化センターグラントアから放送します。ではここからは公開メッセージ収録のコーナーとさせていただきます。はい、北朝鮮に拉致されている皆様、この放送を聞いていらっしゃいますか。島根県出身の益田ひろみさん、和田雄介さん、ふるさと島根からのこの放送をお元気で聞いていらっしゃいますでしょうか。今日は皆様に少しでも元気をお届けしようと、このメッセージをお送りいたします。さて、北朝鮮に拉致された皆様とそのご家族の皆様の長年にわたる心の痛みや苦しみはいかばかりかと拝察いたします。ある日突然、何の罪もないあなた方をご家族から引き離し、無理やり異国の地に連れ去った行為は重大な人権侵害であり、絶対に許されることではありません。私は益田市長として、この拉致問題の現実を益田市民一人一人が自分自身の問題として関心を持っていただくよう、あらゆる機会を捉えて関係する皆様方とともに啓発に努めているところです。多くの市民が拉致問題に強い関心を持ち、皆様のことを決して忘れないことが問題解決の大きな力になると信じています。これから島根は紅葉が美しい時期を迎えます。木々の生い茂る山々、清らかに流れる川など、自然豊かな風景は今も変わっていません。そして、皆様がお帰りになる日を待ち望む私たちの心もずっと変わっていません。北朝鮮に拉致されている皆様、どうかお体を大切にしていただき、
必ず日本に帰れることを信じて頑張ってください。皆様方が一日も早くお元気でご家族のもとに帰ってこられることを心から願うとともに、拉致問題の解決に向けて益田市民一丸となって粘り強く取り組んでまいります。共に頑張ってまいりましょう。さて続きましては、北朝鮮に拉致された疑いがある特定失踪者のご家族からの公開メッセージを収録していきたいと思います。まずはですね、特定失踪者の増田ひろみさんのお姉さんでいらっしゃいます石川恵子さんによる公開メッセージ収録となります。それでは石川さん、どうぞステージまでお越しください。はい、お気をつけてね。当時益田市内の呉服店に勤めていた増田ひろみさんは昭和48年、1973年ですねの2月に列車に遅れそうになったので、お父様に近くの東青原駅まで自転車でまずは送ってもらったそうなんですね。で、益田行きの列車に乗車したのを最後に行方不明になったとのことです。で、出勤した形跡はなかったんですけれども、店の裏口のところには団体旅行で買ってきたお土産が置かれたままとなっていたそうです。ひろみちゃん、マサひろみちゃん、お姉ちゃんのマサ京子よ。ひろみちゃん元気で暮らしてますか？お姉ちゃん今すぐ会いたいわ。会ってもいろいろ話もしたい。40年以上過ぎ、みんな年を取りました。お姉ちゃんも年取って足がちょっと言うこと聞いてくれなくなって困ってます。ゆっくりやけど歩けますけど、元気でいるのなら連絡してください。お姉ちゃん楽しみに待っています。続いては特定失踪者の和田雄介さんのおじさまにあたります林健さんによる公開メッセージ収録となります。はい、では林さんどうぞ。どうぞお上がりください。和田雄介さんは平成14年2002年の5月7日に勤務先から無断欠勤していると連絡があり、その後行方が分からなくなっているとのことなんです。2002年のことなんですね。いやもちろんね、はい、ちょっと新しいよって思うかもしれないんだけど、いや北朝鮮は拉致を認めて謝罪はしたけど拉致はしてない、もうやめましたとは言ってないんだよね、一言。まあああいうところが存在している以上はいろんな形で連れて行かれている可能性が十分あると思って、ゆうすけ君の場合も我々はそれで調べているということです。だってその当時住んでいたアパートの部屋の状態なんですけど、うん、ちょっと外へ出かけているといった様子の、まあ、普段通りの生活感がある状態で、うん、そのままだったということで、ただ携帯電話や通帳とか免許証などは残ってなかったということなんですね。 なかったと、うん、ただ失踪前日までは全く変わった様子がない。これも結構皆さん共通してありますよね。そうそう共通してるね。まあ、そういう素振りは一切なかったけど突然姿を消すということなんでね。和田雄介くん、お母さんの弟の健おじさんだよ。あなたの妹のとし子は夫と3人の子供と一緒に頑張ってますよ。長女はもう大学生、次の次女の妹翔子は5年前の西日本豪雨で家が流されてしまいまして大変不自由な生活をしましたが、昨年の2月に同じ場所に小さな家を新築して夫と3人の子供と一緒に頑張ってるよ。あなた祐介くんの家、脇の家はそのままにしてあるからね、いつでも待ってるよ。必ず必ず
早く帰ってください。待ってるよ。せーの、日本は拉致被害者を全員救出します。私たちは決してあなた方を忘れていません。一刻も早くこの日本へ帰ってきてほしい。日本のたくさんの皆さんはそう願っています。それまで必ず迎えに行きます。それまで勇気を持って希望を持って待っていてください。Thank you.
朝鮮でお聞きの皆さん、ふるさとの風、潮風、共同公開収録、そろそろお別れの時間がやってきました。会場の皆様も長時間にわたりお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。